こんにちは。今日はね、その自分のレベルを上げるっていう目標を立てたから、じゃあその目標が何かっていうのをみんなに聞いてほしいんだけど、じゃあまずそもそもなんで自分のレベルを上げようと思ってるのかっていうと、この今僕って彼女できたじゃないですか。でその彼女に見合う、男になりたいっていうのがあるんだよね。まあ早い話が自分を磨いて、いい男になろうっていう話ですよ。で、じゃあ自分磨きって何しようかっていうと、その3つ考えてきた。3つ。まずその1つ目が、まあ仕事をできるようになろうっていう話なんだけど、今は会社で、まあ、人材系の営業をしてるんですよね。で俺ってその社会人になってからだいたい10年ぐらい経ってて、まあ、ずっと営業の仕事をしてるんですよね。で多分その営業の力っていうのは、まあ人並みあると思うんだよね。多分どこの会社に行ってもまあ通用する営業力っていうのはついてると思うんですよね。ただそのじゃあ俺ができること何かって言ったら、その俺のできることって営業だけなんですよね。営業だけで、その営業だけできる人ってその多分無限にいると思うんですよね。なんか会社員ってめっちゃ営業多いじゃないですか。で営業できる人って無限にいるから、僕ってあんまり価値ってそんなにないんですよね。でじゃあまあ営業だけできてもまあ仕方ないと思うんですよね。まあ1個しかできないってなんかあんま良くないじゃないですか。でそのじゃあ何をやろうな、やり、何をできるようになりたいのかっていうと、僕実は教員免許を持ってるんですよね。中学校の社会と高校の地理歴史と公民だから、その社会科系の科目は中学と高校でどれも教えれるっていうことができるんですよね。でちゃんと証拠もあって免許も持ってて、まあいいや、これはね後でね画像にしとくわ。まあとにかく俺は営業もできるし、実は、学校の先生にも、なることができるんですよね。で、じゃあ、最初から学校の先生就職の時になっとけばいいじゃんっていう話なんですけど、実は俺教員免許取ったの、2年前とか本当に最近なんですよね。大学卒業した後は、卒業した時には僕教員免許持ってなくて、まあ、4年前とかそれぐらいに、通信制の大学に、入り直して、でそこで、教員免許だけ取ったっていうんだよね。だからその社会人としての歴は長いんだけど、学校の授業っていうことをすることができないんだよね。じゃあ営業できますってさ言ってさ、営業できるっていう人ってさ無限にいるわけじゃないですか。で、営業もできます、でも、学校で授業をすることもできるよっていう風になったら、なんかさちょっとかっこいいじゃないですか。なんとなくさできる男っぽいじゃないですか。だからなんかその2つできることがあったらさ、なんか自分のスキルっていうのはさ上がってる気もするしね。でまあそもそもせっかくさ教員免許取ったのに免許だけあって授業ができないっていうのはさ、なんかあんまり良くないなと思ってね。車の免許は取ったけどペーパードライバーで車の運転できませんっていうのもさ、なんかいざという時なんてさそうそう来ないとは思うけどさ、よく言われてるのがさ街中でゾンビにさ襲われてる時にさ車乗れなかったら死ぬじゃんみたいなねまあそういうノリですよね。まあ早い話が、まあ、せっかく免許持ってるんだったら、それをねできるようになろうっていう話ですね。
まあもちろん今の仕事って、今の営業の仕事ってそのすごい面白いし、俺自身営業に向いてると思うから、じゃあ学校の先生になるのかっていうと、まあ多分ならないとは思うけど、でもさ、今後何十年か何年かさ経った後さ、どっかでそのできるっていうことが役に立つかもしれないからね。だから学校の授業はできるようになっとこうっていう話ね。でじゃあ授業できるようになるにはどうすればいいのかっていう話なんだけど、まあ早い話が授業すりゃいいじゃんっていう話なんだけど、まあそうもいかないじゃないですか。うん、まあ、だからとりあえず、まあ、ちゃんと子供に教えられるような学力をつけようっていう話なんですよね。自分で勉強できるようにならないと、このさ、生徒に教えることってできないじゃないですか。じゃあ何でそれを測るのかっていうと、やっぱりテストの点数だと思うんですよね。まあまず授業できるようになる前に、そのテストでちゃんと点数取れるようになろうっていう話で、まあ目標としてはなんだけど、来年っていうか今年だね、今年のセンター試験、多分1月、いつだっけ、1月に多分あるよね、今年のセンター試験、多分今名前変わってんのかな、とりあえず、今年の1月にあるこの大学生が、高校生がみんな受ける試験で、8割取りたいと思う。8割ね。うん。で、まあいろいろ科目あるんだけど、俺は、日本史をやろうと思います。俺が受験した時の、なんでかって言ったら、得意科目が日本史なんですよね。で、俺が、俺が大学受験した時も、センター試験は日本史で、行ってたんですよね。で、ちょっと自慢じゃない、自慢さして、ここだけ俺中学校の、あ違う、大学入試のセンター試験の時、俺95点だったんですよ。まあ9割5分だったんですよね。すごくないですか。これ誰かに自慢したかった。で、まあ、とは言っても、もうセンター試験受けたのってもう10年以上前だから、頭の中から記憶ってさっぱり抜けちゃってるんですよね。まあ、でも一度覚えたことだし、結構得意だったから、なんとかね頑張ったらセンター試験今年8割は取れるんじゃないのかなって思うから、今年のセンター試験で8割取る。うん、8割取れたらさ、多分高校生に教えるってこと、まあ高校生とか中学生に日本史を教えるっていうことってさ、多分できるようになってると思うからね。だから目標としては、今年のセンター試験で8割取るね。8割ね。80点を取るっていうことね。うん。まあもちろん点数取るっていうことが目標じゃなくて、ちゃんと授業ができるようになるための、学力をつけようっていう話だからね。ただ単に8割取るっていう、そういうことじゃなくて、まあ、将来学校の先生になった時のためにちゃんと点数を、取れるように頑張ろうっていう話だからね。っていうのが長くなっちゃったけど1個目で、2つ目ね、2つ目が、まあ、強くなろうっていう話なんですよね。強くなろうっていうのはこれね、肉体的に強くなろうっていう話ね。で、まあ、肉体的に強くなるとさ、やっぱり自分にもさ自信ができるわけじゃないですか。じゃあ肉体的に強くなろうって、まあ、具体的にどうするのかっていうと、僕実は、格闘技をやっていて、結構長い間やってて、それ何かっていうと、まあ、ブラジリアン柔術っていう、格闘技なんですよね。多分僕と同じ30代の人だったら聞いたことあると思うんだけど、グレイシー柔術っていう風なのって、格闘技でもう昔だけど聞いたことなかったですか。ホイス・グレイシーとか、ヒクソン・グレイシーとか、あと、ヒョードルに勝ったノゲイラとかね。分かんない人のために説明すると、なんか朝倉未来とかって総合格闘技やってるじゃないですか。でその時に寝技になるじゃないですか。で、その寝技の格闘技なんですよね。まあ、早い話、柔道が、寝技に、
寝技主体の柔道っていうのかな、まあ、9割寝技で1割立ち技っていう格闘技なんですけど、総合格闘技やってる人っていうのは全員ブラジリアン柔術はやってるっていうやつね。朝倉未来、朝倉海兄弟って多分ね、トライフォース赤坂っていう、まあ、格闘技のジム、まあ柔術のジムなんだけど、柔術のジムで確かインストラクターやってたんじゃないのかって思うね。で、ごめん話戻るんだけど、まあ寝技だけの格闘技っていう風に思っといて、で、そう、それを俺ずっとやってて、こんな感じの普通の柔道着みたいなの着て、やるんだけど、じゃあ具体的にその強さっていうか、うん、まあで、まあ、強くなるってさ、結構客観的なものって必要じゃないですか。で、まあ、肉体的に強く、まあとりあえず、柔術を強くなろうっていう話ね。格闘技強くなったら強くなったって言っていいでしょ。で、まあ、誰に勝つ、彼に勝つってあるんだけど、まあ、とにかく、帯の色を上げようっていう話ね。で、俺って今、青帯なんですよ。ほら、青帯ね。そう。帯が結構分かれてて、一番上から黒、茶色、紫、青、白っていう風になってるんだよね。そう。で、だから俺は下から2番目の、青帯ね。そう。じゃあ、青帯だからショベイじゃんっていう話なんだけど、青帯も結構ね、取るの大変なんですよ。そう。イメージ、まあ、柔道の黒帯の寝技めっちゃ強い人みたいな感じ。で、これを、紫に上げたいっていう話なんだよね。紫帯に上げたいっていう話。で、その、俺ってその、柔術は多分、10年以上やってるんですけど、10年やって、まだ青帯なんですよ。そう。青帯で、その、なんか黒帯に上がるまで、黒帯に上がるのに、だいたい10年、12年っていう、10年、12年かかるっていう風に、ブラジリアン柔術って、そのぐらいかかるっていう風に言われて、もう俺10年やってるんだけどさ、10年以上やってるからさ、格闘技歴的には、黒帯とか茶帯とか取っててもおかしくないんだけど、俺青帯なんですよ。まあ、なんでかっていうと、ただ単に、俺が弱いからね。弱いっていうのと、そう、あともう練習全然、週1とか、もう多くて週2とかだから、まあ、全然練習行ってないんですよね。まあ、だから弱いままっていう話で。まあ、だから、まあ、柔術の、まあ、紫帯になってちょっと強くなりたいなっていう話ですね。で、じゃあすぐに紫に上がれるのかっていうと、まあ一個上の帯に上がれるのかっていうと、まあ結構ね、道のりは厳しいなって思ってて、だからその目標としては多分1年で上がるってあんまり現実的じゃないと思うんですよね。もちろんそのガチで格闘家目指してる、格闘家目指して毎日、やってますってって人だったら、いけると思うんだけど、ただ、俺はただのサラリーマンで、まあ、趣味として楽しくやってるっていうレベルだから、そんなに強くはなれないと思うんだよね。それに長い時間もかかると思うから。だから、1年半ぐらい ?1 年、来年の12月とか、それぐらいまでには、紫になれたらなっていうふうにね、と思ってますね。なんか肉体的にさ、強くなるのってさ、多分一番その自信がつくと思うんですよね。うん。だってそのさ、人はさ、最後なんかもう法律だなんだってさあるけどさ、最後に勝つのはさ、この拳の最終的に腕っぷしの力になるわけじゃないですか。うん。だからなんかさ、自分の身に何かあったり、まあ自分の身に、自分の大切な人に何かあった時にさ、まあもちろんその警察とかさ、何かっていうのはあるけどさ、でもその場で何かあった時に対処できるのって、まあ自分じゃないですか。だから、その、強くなってたら、まあ、武力ね、武力的に強くなってたら、そのもし何かあっても大丈夫だっていうね、自信もねつくしね。そう、まあ実際本当に俺格闘技やり始めてすごい自信もついたしね。うん。だから
強くなろうっていう話ね。そう、それにムキムキになったらさ、なんかかっこいいじゃないですか。で、これが2つ目、まあ、ただ単純に、強くなろうっていう話ですね。で、3つ目ね、3つ目が、ロシア語を覚えようっていう、ロシア覚えようっていうか、ロシア語を、話せるようになろうっていう話ですね。うん、で、まあこれは本当におまけ程度なんだけど、話せるようになりたいですね。まあなんでロシア語やり始めたのかっていうと、まあそのロシア語の俺のレベル的にはもう本当に日常会話日常会話ができるっていうレベル、なんだ、おはようございます、こんにちは、お腹すきました、何々食べたいです、何々欲しいですとか、道案内とか、それを、それを話せるぐらいなんですよね。じゃあ実際にロシア人とその込み入った話ができるのかっていうと、できないですね。できるのは、道案内と、ご飯、美味しいご飯がここにあるよっていうぐらいかな。うん、だからまあ全然ダメなんですよね。だからそう、レベル的にはこんなもんなんですよね。じゃあなんで自分磨きでロシア語できるようになるといいのかっていうと、まあ、特には理由はないですね。うん、でなんかやり始めた理由っていう、ロシア語やり始めた理由っていうのも特に理由はなくて、なんかわからないことに挑戦するのが面白いのかなって思って、ロシア語ってそんなに勉強する機会ってないじゃないですか。まあだからやってみたら面白いんじゃないかって思ってやり始めたっていうだけで、まあ実情は結構長い間やってるんですけど、まあ全然喋れるようになってもうないっていう話なんで、これはまあおまけ程度ではあるんだけどね、やっていこうかなっていうふうに思いますね。っていうのが俺の今後の目標なんですよね。なのでちょっと振り返ってみると、まず一つ目が学校の授業をできるようになろうっていうことと、二つ目が、まあ柔術の帯を紫にしようっていうことと、あとはロシア語をまあ本当に話せるようになろうっていう、この三つですね。うん、この三つのことを、今後頑張ってやっていこうっていうふうに考えてて、で番外編なんだけど、番外編としてはまあ一人暮らしね。番外編一人暮らしでございまして、まあ一人暮らしはね、どうなんだろうね、まあこの前なんかスルスルってさ、うん、一人暮らしのこともちゃんと考えてるから、もうちょっとだけ待っててくださいね。ちょっとねマジでね、居心地がね、実家の居心地がね良すぎてね、出られなくなったのっていうのと、彼女はね別に実家でもいいんじゃないのっていう、実家肯定派だったから、なんか急にその実家から出るなんか意義というか、そういうのがなくなってしまって、うん、なくなってしまったんですよね。でもやっぱりもう次34になるから、頑張って自立はねしていかないといけないから、そこもちゃんと考えてますよ。うん、でもそうそう、でさ、もうさ、多分さっき言った3つ、授業できるようになる、柔術強くなる、まあ、ロシア語できるって、このさ3つのさスキルずっとさ磨いてたらさ、そりゃナイスガイになる気がしないどう思う？俺結構ねなると思うんすよね。うん、だってさ、もう勝手に思って、そう、3つできるようにさなった時のさ、ちょっと自分を想像してみたんだよ。そしたらさ、その、まあ、営業もできるから、営業ってさ、どこの会社でもさ必要だから、まあ、今勤めてるところがなくなったとしても多分大丈夫じゃない？転職っていうのはできるんだよ。うん、営業できるからね。でそれプラスさらに学校の授業もできますよってなったらさ、普通の一般の会社だけじゃなくて、中学とか高校の仕事もできるようになるんだよね。そしたらさ、なんか強くない？2つできるよっていう、しかも1個専門職っていうね。うん、でさっきの2つ目の、柔術が強くなる、うん、いざなんか
その暴漢が現れたというかさ、暴漢が現れた時にこう自分で対処できるようになるっていうことね。もちろんあの、なんか起こったら逃走するっていうのがさ一番いいけどさ、そうもいかない時さ、なんかできるかもしれないじゃないですか。あとまあ普通にただただあの、まあ、早い話がその肉体的に強くなったら、まあおのずと自信はついてくるよねっていう話ですよね。で3つ目もしロシア語できるようになったらどうなるのかっていうと、うん、なんとなくさ、あの別に俺英語できるできないけどさ、あの道案内とか困ってるとかさ、この普通に意思疎通はできるんだよ。うん、でもなんかさ、ロシア人とさロシア語で話せたらさかっこよくねそういう話ね。だから3つできたらすげえって話っていうことで、今日はねこれで終わろうと思いますねということで、あの頑張ってね行くんでね、皆さんあの応援よろしくお願いします。ということでバイバイ。